どうもじゃめやです。今日はですね、PC 版ぷよぷよテトリスのテトリス A 級リーグ VS アジャンバ戦が、今日の朝11時に行われましたので、こちらの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。これはね、大会なんでね、きっちり調整して挑みました。自分左側です。テキストにも書いてあると思うけど、左側ですね。さあ、こちら開幕 DT4 に対して、開幕 TSD。さあ、その TSD が、直通できたんで美味しいといったところだが、ちょっと T ミノの回転ミスで、T スピン DT4 の T を、DT の T を打ち損ねてしまい、かなり不利になってしまう。さあ、そこに、まとめてくるが、なんとか耐えて、アイミノのテトリスまで間に合わせる。危ない。これギリギリなんとか耐えられましたね。しかし、劣勢なのには変わりない。さあ、一回削って、ルミドのイライン消しから、2ライン消しして、なんとか受けの広い形を維持しながら、3ライン消しで、の、危ねえ、ギリギリ間に合った。今、Z ミノを速攻で置いて、なんとか T スピンダブル間に合いましたね。で、こっから J ミノまで掘れれば、回復したんで、再びこっから、さあ、テトリスっていって、J ミノで3ライン消しした後に、そうですね、これ、種さんができるので、先に左側積み込んでおいて、からの、4列連に切り替えましたね。さあ、しかしこれは、9連までかな ?T ミノまでの9連。それに対してアジャンバ側は、アイミノまでの6連。さあ、戦況的には5分くらいかな。ちょっと穴の状況的にこちらの方が有利でしょうか。ただ、そんなに有利ではないですね。さあ、T スピンダブルテトリスまとめ1、サラインテトリス、サライン T スピンダブル。アジャンバなんとか T スピンダブル間に合って耐えに行く。さあ、耐えられるか ?T ミノ。S ミノがずれたかな多分今の。S ミノを置いて、右側掘ろうかなと思ったけど、おそらくずれてしまった。まあ、おそらくずれていた、いなかったとしても、これは差し切れていたでしょう。多分今の間に合わなかったんでね。さあ、2戦目。再び DT4 に対して、開幕 TSD なんで、1戦目と同じですね。1戦目と同じ状況を、1回削ってて。さあ、相手 BTB 付きなのをしっかり確認して、総裁外し。ピノットサーバーで、こちら、しっかり、テトリス、からどう火力作るかといったところで、T スピンシングルで妥協しましたね。妥協してるとこに、相手のまとめ強い。だが、しかし、穴的には相当いいので、これは問題ないですね。しっかり掘れんで、自衛ミノ、アイミノまで。だが、まとめ1がどんどん飛んでくる。まとめ1強いですね、やっぱりね。かなり、意図的にまとめ1を意識して送ってるような感じがある。これも T スピンダブルから、まとめ1みたいな感じでしたね、今の。実質まとめ打ちみたいな即座に遅れたので。さあ、T スピンダブル。おぉ、まとめ打ち激しい。火力高い。これは相手火力高いですね。こちら T スピンダブルでなんとか相殺したけど、2発分の攻撃まとめ打ちがどんどん間髪入れずに飛んできて、相殺が間に合わずに刺さっていった。さあ、再び DT4 ですね。で、再び相手も、T スピンダブル。これはもう、恒例なパターンですよね。さあ、そこから、DTTKI に発生していって、で、T スピントリプルから、もう一回トリプルにしたいけど、ちょっとミノの兼ね合い的に、あまりよろしくなかったので、これはホリレンにしていった、アイミノまでの7連。7連の3ライン消しなんで、かなり火力高いですね。さあ、総裁外しで、これ直列が美味しい。そこに、アジャマがちょっと、総裁を当てたいような挙動をしていたが、こちらしっかり総裁外し。一回 Z ミノで削って T スピン、そうですね。TSD になるんで、で、ここ、端っこにアイミノ立てれば、ちゃんと高さ合わせて、5ライン分の高さになって、T スピンダブルテトリスをまとめ1。これは有利ですね。しっかり有利なの見越して、組める猶予があるなと思って、ドネイトを組みましたね。で、さらにテトリス。間に合うか?間に合わなかった。こちら、2連続テトリスに対し、相手のアイミノが間に合わずに刺さっていきましたね。良かったんじゃないですか。これ今、相手から火力が来ないのを、しっかり見越した上で、ドネイトして、積み込んで、まとめ打ちで刺しに行きました。さあ、これは相手の攻撃が T スピンダブルになった。美味しい。あそこに、穴来ると T スピンダブルになるんでね。しっかりそこも見とくこと重要です。で、そこ T スピンダブルになったんで、これは積み込みルート、大海の Z ミノまでかな。しかし、相手もしっかり総裁してくる。T スピンシングルからホリレンで、アイミノ Z ミノまでかな。L ミノまで繋げてしまうと、ちょっと後々の形が悪くなってしまうので、あそこで、ちょっと妥協して、総裁外しで、再びこれ穴美味しいですね。テトリス。相手もテトリス。から、テトリスと T スピンダブル。さあ、これはかなり有利。しっかりまとめし体制、総裁外してから、テトリス、T スピンダブル、さらにテトリスとしたかったが、
ミノを勘違いしちゃったかな。アイミノと、ちょっとジェイミノ、ミノ勘違いしてしまって、ジェイミノを見てしまう。さあ、この大きみさはちょっともったいなかったですね。一回2ライン消しから、T スピンダブルにしてって、アジャマ側がホリレンで、アイミノ、ティーミノまで。ティーミノまでの6連、かなり強いですね。ちょっと受け広めにしといて、できるだけ積んどいて積んどいて、ホリレンのルート、エルミノ、オーミノ、エルミノ、ジェイミノ、Z ミノ、S ミノまで、これは強い。しかし相手も7連でしっかり単位に行きましたね。だが、穴バラが相当いってるので、これをしっかり、今確認した上で、しっかりと立ち回ってますね。で、テトリス打って、Tスピンダブル。まあ、これはどん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 間髪入れずに軽く送れば圧倒的に有利になれるので、しっかり、まあ2ライン消しも総裁外して、しっかり最初に行きましたね。まあ、穴バラ、やっぱり確認重要なんで、穴バラが行ってる時に、まあね、下手に、2ライン消しだとかで火力を送り損ねてしまうと、相手に結構ね、掘り連で掘られてしまうので、穴場が行ってるということは結構まあ火力が作りづらいということなんで、大体掘りに徹しますからね、相手側が。なんで、火力をどん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 間髪入れずに送ることによって、掘りで頑張ってるところにさらに火力が送られるので、で、さらに、相手に穴場が送れると。まあ、半無限ループが発生するので、穴場がかなり行ってるときはもうどん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 火力でご利用した方がいいですね。さあ、もう一つ見ていきましょう。まずは、3対1と。幸先いいスタートですね。さあ、2戦目。これも DT4 じゃないかな。DT4 ですね。DT4 に対して、アジャマ側が、開幕 TSD。もう、本当に恒例ですね。さあ、T スピントリプルしっかり打ち切って、T スピントリプルと T スピンダブルが相対当たる。テトリス2連発かな。テトリス2連発からの、これ、ホリレンのルートありますね。ジェイミノ、エルミノ、アイミノ、ジェイミノ、エルミノと。ここまでの6連は結構強い。T スピンシングル。さあ、直列うまいんで、しっかりテトリスからテトリス。で、T スピンダブル打とうとしてるけど、これ総裁外しましたね。しっかり総裁外したはいいが、相手も火力は結構作れているので問題なさそう。さあ、ここで穴バラ来てしまう。この穴バラをどう解消するかといったところだが、ちょっとね、ミノの置き方困ってますね。しかも、エルミノがずれて、ジェイミノがずれてしまった。さあ、そこに T スピンダブル飛んできて、これは不利ですね。しっかり掘り連で、エルミノ、ジェイミノまで掘るが、ちょっと不利なのに変わりはない。だがしかし、ここで穴が、穴バラではなく直通できたんで、これは問題なさそうですね。しっかり3ライン消しから、アジャマ側も置きミスしてて、S ミノ、エルミノ、アイミノか。アイミノ、エルミノと掘っていく。だが、ちょっとその後の形が悪そうなんで、これはどん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 火力を送っていきたいところだが、ここで一回様子伺いつつ、しっかり見て、総裁外し、テトリスからテトリスかな。2連発テトリスを送っといているが、いまいち、相手をまあ、追い込むような火力は送れてないという感じですね。5部かな。現状は5部。しっかり総裁当てて、エルミノで一回削って地形保ちつつ、まあ、まあ大丈夫ですね。3ライン消し、3ライン消し、セミティスタイン送っといて、しっかり受けの広い形を維持しながら2ライン消し、2ライン消し。で、テトリスが総裁外される。T スピンシングルかな？テトリス。さあ、どうだ？これは結構だいぶ辛くなってきたぞ。2ライン消しで。テトリス間に合う。危ない。ジェイミ、おっとジェイミノがずれてしまった。回転が入らないよ、よくあるあるのパターンですね、今の。まあ、攻撃が来た瞬間っていうのは、まあちょっと硬直軸が入るんで、まああれは仕様なんで仕方がないけど、あのね、タイミング掴むの難しいんですよね。さあ、回転が入らずに、ジェイミの横置き してしまったのが致命傷で刺さっていった。さあ、再び DT4 で、総裁外しから、T スピンダブル。先読みしといて、2ライン消しから T スピンダブル作ったが、これはどうだ？相手のホリレンが、まあまあ繋がるか。T ミの、S ミノまで、S ミノまでのホリレンのルート。で、3ライン消し、2ライン消しと穴バラを送ってくる作戦かな、多分。ちょっと掘りつつ、相手に穴バラを送る作戦だったけども、しっかり総裁当てて、穴バラ回避。さあ、こちらもここまで総裁当てることができれば、穴バラ回避できる。こっからの立ち回りだが、どうするか。一回2ライン消しをしっかり総裁当ててきますね。あい2ライン消しって、総裁しっかり当てないと、まあ、ね、2ライン消しなんで、1ライン攻撃になるんで、穴バラになるんですけども、しっかり総裁当てたの相手いいですね。あい地味なね、攻撃って結構後々に影響するもんなんで。しっかり、穴バラ管理はした方がいいですね。立ち回り徹底して。さあ、ちょっと先読みしようとしてるが、これは先読みせずに、
こうした方が、地形が良くなると判断して、こういう積みにしましたね。さあ、アジャマがちょっと積み込みチックにして、まとめ、テトリス、T スピンダブルからまとめ1。で、4連までかね、もう。T スピンダブルから。だが、しかし、これは地形的に言うけど。まとめ1、T スピンダブルからテトリスまとめ1で、さらに T スピンダブル。で、これ高さ合わせて、5ライン分なんで、しっかり TSD、テトリスまとめ1で、おー、間に合った。エルミノの3連携しか間に合って、まだ耐えるが、スミノの置きミスが致命傷で刺さっていく。まあ、こちら、火力飛んでくるのを見て、諦めましたね。多分 Z ミノ置こうとしたのかな、それが S ミノ置いてしまって、まあ、あれは致命傷の置きミスですね。あの上部で。かなり、速度出してたと思うんで。まあ、耐える速度は出すことは重要ですからね。さあ、これ、アイミノ、ルミノとパフェあったが、ちょっと間に合わず。できれば T スピントリプルにしたいな、これ。トリプルにしたいけど、まあ、ちょっと考えすぎるの良くないんで、T スピンダブルで妥協した。で、さらにテトリス、さらに T スピンダブル。さあ、これは有利。相手バック付きなしだったが、穴バラにはならなかったです。しかし、こちら直通でうまい。さあ、これ強いぞ。T スピンダブル、STSD で、TSD、TSD、3ライン消し、テトリス。いやー、これは火力高いですね。5ライン攻撃、5ライン攻撃、3ライン消しだけど、連が入ってるんで、3ライン分送られて、さらにテトリスで6ラインなんで、合計ライン数が19ラインですかね。19ライン分相手に送れたので、非常に強い。さあ、パフェ取られる。DT パフェっぽい形で、地形を、まあこれ、DT パフェなくても、DT パフェっぽい形にしとくメリットっていうのは、地形が平らになるので、こんな感じに、まあ、ホリレンの目を見れる可能性があるんですよね。なんで、パフェが取れないからといって、DT パフェの、その手順を組まない必要はないんですよね。あ、組む必、ん?うん。組まない必要はない。組んでも全然問題ないですね。さあ、そう言ってる間に、ちょっと火力負けしているが、まあ、穴的にはかなり直通できているので問題なさそう。さあ、一回外してって。テトリスから、エルミノ、おっと、エルミノ落としたが、コールドが入らずにアイミノ置いてしまって、致命傷で、そこに火力がボンボン飛んできて刺さってしまう。エルミノを回転、2回回転させたかったけど、ホールドが効かなかった。まあ、これも結構あるあるのパターンですね。ホールドが効かずにアイミノをなんか、ひょひょいってやって刺さってしまった。さあ、再び DT 砲で、相手開幕 TSD だったかな。総裁しっかり当てといて、これそうですね、ジェイミノの縦置きで、T スピンダブルの形になるね。さあ、ジャンパーが、穴が凄まじい。これはちょっと警戒しなきゃダメですね。かなり警戒しとく。T スピンダブルで。穴的には不利だけども、まあ、こちらも地形的には悪くないよね。と言おうとしたところに、ここに来て相手に穴バラがかなりいった。さあ、総裁外しから、T スピンダブル、T スピンダブル、千鳥講師です。千鳥講師という技術で先読みしときながら、オーアンドウェルシュ送っといて、ホリレンルート。相手のホリレンが6連までか。6連までならなんとか全然大丈夫。テトリスとテトリス総裁当たる。まあこれは地形に余裕があって、さらに相手側に穴バラが送られてるのを確認しつつ、しっかり立ち回っていきたいところですね。まああんまり単発で攻撃打っても強くないので、しっかり積み込みで、いい穴もらいましたね。まあとめ1、T スピンダブルからテトリスで、ホリレンで、S ミの、J ミのT ミノ、アイミノ、T ミノ、L ミノまで強がりますよね、これ。一番下まで掘れるんで非常に強いですね。ああいう場面ってやっぱりその、一回一回ね、攻撃を送っても相手にどんどん総裁当てられてしまうので、ああいう場面はしっかり積み込んで、まあ、総裁外しのタイミングを伺いながら、まとめ打ちする判断にした方がいいですね。まあ、今のはかなりいい立ち回りでしたね。さらに、総裁外すことによって、まあ、直通引ければかなり有利になりますからね。今さらに直通引いて、まとめ位置からのホリレンでしっかり刺しに行ったんで、まあこれは立ち回り的にかなり完璧ではなかったですね。さあ、2セット目も取ってって、今は6対3ですかね。もう一つ見ていきましょう。やっぱりね、結構ね、まあ最初取れると、まあ、流れに乗れるというか、あれはなんだかんだね、落ち着くんでね。結構、連戦においての最初の一本は重要だったりする。さあ、これ、パフェ済みで、パフェがないんで、積み込みで、T スピンダブル、T スピンダブル、テトリス。まとめ1の火力、これいいですね。しかし、アジャマも火力出そうだぞ。STSD で、T スピンダブルから、T スピンダブル、テトリス、まとめ1したかったが、回転が入らずに、横置きしてしまったが、まあ、すぐに歩みのあったんで問題なくて、5連までのホリレンのルート。
しっかり総裁外して、ティースピンダブルから3内消しか。それに対し、こちらも、まあ、ホリレンでしっかり対象。TSD とテトリスが総裁当たる。まあ、おそらくじゃなくて、お互い BTB 好きなんで、総裁しっかり当たりましたね。さあ、T スピンダブルから、T スピンシングルテトリス。こうすることによって火力効率がいいですね。さらにテトリス。で、さらに T スピンダブル。どんどん間髪入れずに火力を送る。相手2ライン消しもしっかり総裁外して、T スピンダブル。さあ、ホリレンどこまで繋ぐか、アイミのまでで止めたか。で、T スピンダブルから、ホリレンではなく、ちょっと削りながら、ここでホリレンを見たか。エルミの、エスミの、オウミの、ジェイミのまで。あ、邪魔が。それに対して、こちら直通多いし、さあ、T スピンダブル作って、TSD。3ライン消しから、うまいですね。ホリレンの目を見るのが、ジャンバがうまい。エスミの真似でしっかり耐える。T スピンシングルから、3ライン消し、なるほど。そこで T スピンダブルの先読みにしといたか。うまいですね。さあ、いまいち相手をしっかりさせる火力を遅れていないが、まあ、有利なのには変わりないですかね。と思ったけども、この6連までのホリレンが強い。そこに T スピンダブル。で、さらに Z ミノでアジャモが先読み。こちら穴場で来てるんで、しっかり対処したいところですね。2ライン消しから。ちょっといまいち掘れるミノが来ていない。テトリスで。だが、しかし相手が置きミスしてるんで、これはこちらが有利になりましたね。T ミノに削って、しっかりテトリス掘り。テトリスにしといて、まあ、有利なの見て、総裁外しするかと思いきや、まあ、ちょっと、地形整理してますね、今。地形整理して、T スピンダブル作って、相手の直通がすごいんで、それをしっかり見ていきたいところ。T スピンダブル。さあ、これまとめし来るぞ。T スピンダブル、テトリス、危ない。テトリスにこれ、BTB 付きなしの攻撃が、総裁当たってしまうと一番下にやはり穴ばれてましたね。さあ、テトリス。これはま、総裁当てるために、まあ、下穴埋めちゃいけども、仕方なく、5ライン分の攻撃を総裁当てていった。堀の目あるかな？アイミノ、ティーミノとホルが、相手の地形がかなり火力出そうで強い。さあ、堀でしっかり、アイミノから、ジェイミノ3ライン消しから、アイミノの2ライン消しはちょっと弱い。が、2ライン消し、2ライン消し、しっかり2ライン消しでなんとかギリギリ耐えてって、危ないギリギリ間に合った、アイミノの4ライン消しが、4ライン消しというか、テトリスが間に合う。そこに相手が、ジェイミノじゃない、エルミノの置きミスをしているので、これはまだ耐えられそうだぞ。アイミノから、ジェイミノ、エスミノ、さあ、ティスピンシングルにして、テトリス送る。それを総裁外してから相手、ティスピンダブルテトリスまとめ打ち。さあ、これ総裁強気に外したが、かなり勇気ありましたね、自分が。さあ、それを見て、勇気ある総裁外しを逆に、相手も総裁外していき、エルミノで S、いや、刺さってしまうか。Z ミノを、左端に置いて T スピンシングルから大ミノでなんとか掘れるかなと思ったけど、Z ミノが致命判定になってしまって刺さっていく。まあ、さすがにちょっと無理がある総裁外しでしたかね、これは。ちょっと無理がありすぎましたね。あの判断は、まあ、勇気ある行動ではあるけども、いまいちな判断だった。まあ、不利な状況でしたからね。強気な判断はいい、まあ、そういう姿勢はいいけども、やはり悪手になってしまいました。さあ、TSD テトリスまとめ1体制。から、まあ、相手の火力がそこまでないので、しっかり掘れるかなといったところだが、ジェイミノまでの5連。さあ。なるほど、面白い組み方しましたね。掘り連のルートで、アジャンバがどこまで繋がるかといったところだが、エルミノ、アイミノ、エルミノまでか。エルミノまでの6連。しかし、これは火力で有利取れてるんで、しっかり相手に穴場遅れてますね。ここを確認して、積み込みながら、総裁を外していきたいところをテトリスを、送る。これハンバーグですね。ハンバーグ済みで、総裁外しから、T スピンシングルで積んでテトリス。T ミノ、アイミノまで止めたか。J ミノ、アイミノとは繋がず、アイミノまで止める。これ、エルミノでランカン狙いたかったんですけど、ランカンというテンプレを狙いたかったんだけど、ちょっとエルミノ遠かったんで、妥協でエスミノで削って T スピンダブルにしましたね。まあ、ああいう妥協方法もあるんで、結構ランカン組みに行くのは、受けが広いんですよね。ミノの受けが広いんで、積極的に組んでもいいと思います。さあ、3ライン消しで、戦況的には5分ですかね。かなり5分に近い。さあ、まとめし体制で、さらにダブルだが、テトリスと、ティスピンダブルが総裁当たる。さあ、これは、やはり積み込みましたね。ティスピンダブル組んでて、
かなり積み込む余裕があったんで、積み込んだが、アジャマ側も積み込む。さあ、連対決になったぞ。これは？アジャマが途切れる。ティミノマレに途切れるのに対して、こちら10連までのホリレンのルート。さあ、強いぞ、これは。二段消しで、相手火力を送っているが、しっかりそれも総裁外して、戦況見つつ、T スピンダブルから、いいですね、これ。今のテトリス打たずに、まあ、しっかり、T スピンダブルドネイトにしてからまとめ打ち体制に切り替えて、さらに、アジャンバー側が置き道してしまいましたね。ミスなければワンチャンまだいけたような気がしなくもないけど、置き道が致命傷になってしまった。まあ、しっかりやっぱり凝視重要なんで、有利だからといってね、焦らず、相手の盤面をしっかり見て判断した方が強いですからね。さあ、総裁外しで、ティスミンダブルからセトリス。地形的には、まあ、五分ぐらいじゃないですかね。相手に火力ボンボ送られてるけども、こちらも地形いいので。ティスピンダブルから、テトリス。で、もう一回テトリス。で、直通までたどり着いて。これティスピンフィンですね。これはいいフィン。ここで、まあ、ティスピンフィンにすることによって、結構、まあ、火力効率がいいというか、うまい感じに火力作れるので。結構ね、屋根つけづらかったんで、今のフィンはかなりいいフィンですね。さあ、総裁外して、テトリス。テトリスが総裁当たる。しかし、これ直通なんで、しっかりそれを利用していきたいところ、ティスピンダブルかな。相手の総裁が間に合わないが、これ間に合うか。アイミの、エスミの、エルミのまでか。エルミのまでのホリレンのルート、二ラン消しで、アイミのか。おー、まあ、総裁分の今の、エフェクトみたいなのがあったから、なんとか間に合いましたね。さあ、ティスピンシングルで、いやー、しかし惜しいな。今の Z ミのアイミノまでいければ、掘れそうだったけど、ちょっとティスピンシングルで、火力が足りずに、致命判定になってしまいましたね。しかし、アジャマガの耐えるルートは非常に良かった。結構ね、こちらも火力効率良かったと思うんだけど、耐えられましたね、しっかり。さあ、パフェと、DT4 が総裁当たる。さあ、S ミの置き水痛い。しっかりアイスピンで、屋根つけて、ティスピンダブル総裁当てる。だがしかし、ここでティスピントリプル火力高い。そこにさらに、Z ミノずれてしまって、さらにアイミノもずれる。これはもう、置き水の連打で致命傷ですね。まあ、しょうがないかな。もともと Z ミノをミスった時点でね、かなり不利だった上に、もうアイミノをミスったんで、それが完全致命傷でしたね。ミス多発は、致命傷になってしまった。これ、今のラッキーパフェ、意図的に狙いましたね。ラッキーパフェの可能性を見出すための、パフェの取り方をしました。細かいところだけど。で、しっかり総裁外しから、エルミに置いて、Z ミの回転、ホリレンのルート。これはいいホリレンのルートですね。S ミの、J ミの、T ミの、S ミのまで繋がりますので、全部掘れるからめちゃくちゃ強い。相手がその、開幕 TSD だとか、早い攻撃を持ってる場合の時は、アイミノを保持しつつ、ラッキーパフェ。まあ、通称ラッキーパフェですね。4ライン分の攻撃が来るので、その4ライン分が直通できた時のみ、取れる、ラッキーパフェの目を残しとくと結構強いですね。まあ、今みたいな、パフェのルートが複数あるパターンの時は、そのルートを見ることは結構重要だったりします。で、しっかり有利取って、総裁外しからホリレンでうまく決まりましたね。今は9対4?9対5?かな。ちょっとやべえ、カウントが分かんなくなってきた。もう一つ見ていきましょう。今のところセット全部取って、ジュンちゃんって感じですね。さあ、これは DT4 じゃないかな。DT4 ですね。DT4 に対して相手がパフェ済み。まあ、アジャマはかなり、パフェ取るのを得意としているプレイヤーなので。まあ、パフェ、まあ、2連パフェには気をつけていきたいところ。まあ、こんな感じですね。今のも、お邪魔を、の1ライン分送っていなかったら、まあ、普通に2連パフェ飛んできていたので。まあ、ここら辺はしっかり、気をつけていきたいですね。さあ、テトリス送る。まあ、これ下穴埋めても火力作る姿勢で、テトリス。さらに、地形良くしてティスピンダブルから、テトリス。地形的にはだいぶ有利ですね。テトリス送って、これは火力重視かな。テトリスさらに送る。下穴埋めてるけども、これはもうゴリ押しでいいかなといった判断ですかね。さあ、I like!おっと、こちら、Z ミノを置きミスして、ちょっとさせるまでにはいたらないかなと思ったけども、相手が、アイミノの置きミスしてたかな？ちょっと、多分、アイミノだったかな？うまい、なるほど。これ、テンプレですかね。T スピンダブルを、先に空中に作っといて、その後の T スピンダブルを下で打つ、今のアジャンバーガーのテンプレ、おそらく、テンプレっぽいですね。
わりかしオシャレ。さあ、4連まで、しっかり屋根つけて、Tスピンダブルから、2ラン消し、で、テトリス。これは、結構いい地形ですね。まとめ打ち体制を整いながら、Tスピンダブル、さらにテトリス、さらにテトリス。さあ、これは圧倒的有利かと思いきや、まあ、そこまで穴バラが送られなかったので、そこまで有利で、有利ではないですね。穴バラ行けば有利だった。まあ、ここら辺はまあ、穴の、穴運っていうのもあるんで。あ、テトリスも運ありますからね。意図的に穴バラ回避する戦術もあるけども、まあ、ある程度は運はあります。穴のね、運は。さあ、ここに置きミスしてしまって、辛いぞ、これ。どういう掘り連でいく？ S ミノ、Z ミノ、ないか。掘り連のルートなんかありそうでなかったですね、ちょっと。結構、掘りやすい形を、地形を維持したつもりだったんだけど、ちょっと掘り連のルートが見つからずに、普通に火力で押し切られてしまった。まあ、難しいんですよね、ああいう形ね。ミスった時って、受けの広い、掘り連の目が残りそうな形っていうのを結構意識するの重要なんですけど、まあ、それ意識してもちょっと今のは繋がるルートがなかったですね。さあ、これ、操作外して、三雷消しのセメティスタイム。で、Tスピンシングルからテトリスを送る。相手もテトリス。Tスピンシングルからテトリスにしましたね。そこにアチャンバガの置きミスがかなり多発していて、これは相当有利。Tスピンシングル、Tスピンシングル、しっかりとした総裁外しから。Tスピンダブル、Tスピンダブルと。これは刺さりますね。まあ、冷静に。冷静に冷静に総裁外すことは重要。Tスピンシングルでも、2ライン分の攻撃だけど、あ、それ総裁当てるか当てないかで結構相手の延命力が変わってきたりするんで。相手が辛い地形と見ればしっかり、まあ、冷静に総裁外すのはかなり重要。ただ単にね、間髪入れずに火力を送るだけでは、復帰されてしまうんだね。さあ、これ、強い。Tスピントリプルタワーで、ホリレンのルートを見て、大身の、Z 身のまでは繋がんなか。繋げなかったか。さあ、それに対して相手も、4連までの、ポテンシャルまで、繋ぎましたね。さあ、穴バラ辛い。これ穴バラ、取れるか ?2 ライン消し、2ライン消し、2ライン消し。から、もう一回2ライン消し。ちょっと穴バラ切ってたけど、その後に直通が来ているので、ここまでたどり着けば問題ないでしょう。強気な総裁外しから、テトリス、Tスピンダブル。で、3ライン消しに対し、アジャンバ側が、ドネイト、Tスピンダブルからテトリス。それに対して、こちら、Tスピンシングルからテトリスですね。さあ、TSD で、T ミノのオキミスが、致命傷か。ちょっとライン消せる、ツモじゃなかったですね、今のは。ライン消せれば、1ライン分消せれば、アイミノが削れ、アイミノで、4ライン消しできたんだけど、ちょっといまいちいつも噛み合わずに刺さってしまいましたね。まあ、しっかり置きミスを咎めたといった感じでしょうか。さあ、これもセット取って、12対、6ですかね。12対6かな、多分。だんだんカウントがわかんなくなってきましたが、もう一つ見ていきましょう。さて、ラストセット。ラストセットに、したいところ。開幕パフェ済みですね。こちら開幕パフェ済みに対して、相手開幕 TSD。ちょっと置きミスしてしまったが、まあ、これはホリレンでしっかり解消。Tスピンダブルにして。1ライン分火力は穴バラになった。さて、まあ、しかし、この状況はさすがにまあ、穴バラ1個いったとしても全然問題ないので。ほとんど影響してないですね。さあ、Tスピンダブルで、相手が置きミスしているところに、ちょっとツモ噛み合ってなさそうだけど、なるほど、うまい。掘り連で3雷消し3雷消し。今の掘り方いいですね。しっかり3雷消して、アジャマが耐えて。耐えるルートあるか。間に合うか。Z ミノから、J ミノ。しかし、その後が厳しいか。だが、上部での耐え方、すごく良かったですね。うまい感じに T スピンダブルで下穴開けて、3雷消し3雷消しと。だが、しかし、まあ、こちら、それ、辛いのを見て、順調に火力を送って刺しに行きました。さあ、再び DT 砲で、これはエルミノを置いて、しっかりテトリスボーリー。さあ、そこに相手 DT 砲を、しっかりと総裁当てできますね。Tスピントリプルなんで、総裁外し、から、まとめ打ち体制にしてるけども、これちょっといまいち、そうですね、左側の埋めるミノがなかったんで、もうどんどん、積み込んで積み込んで、ホリレン体制。Tミノ、Sミノ、Zミノ、Iミノ、Lミノまでか。
さあ、全部総裁外してきた。これはまあ、総裁外して有利になるだろうと見て、総裁外されてしまう。うまいですね、今のは。全部、待って、攻撃受けてから相手に全部攻撃を送る体制でしたね。こちら、ホリレン、エルミノまでかな？エルミノまでホリレン繋ぎたいけど、エルミノまでは繋げずに、地形重視にした方が良かったかもしれないですね。相手が露骨に総裁外しの構えをしていたので。ちょっと相手の思うようにやられてしまった感がある。まあ、相手細かいところだけどね。まあ、結構重要なんですよね。ホリレンを繋げるか、繋げずに、地形重視にするかっていう判断は。まあ、かなり難しいんですけどね。さあ、先読みしつつ。これは一回削っといて、BTB を外してでも、ホリレンのルートにしていった4連まで。さあ、現状は有利だが、そこに相手がジェミノの秘密していて、まとめ道を送る。さあ、ティスピンダブルで、テトリスで操作当てる。さあ、そのテトリスの操作当てたのを見て、これ積み込みましたね。ここまで積み込んでって、さあ、このホリレン、途中4列では強い。箸開き4列。さあ、アジャマがしっかり耐えるルートで、大海のホリレンどこまで繋がるかといったところでが、アイミノで途切れてしまうところに対して、ティースピンシングルから13連、14連、ティーミノまでの15連ですね。これはいい判断だったな。まあ、相手が、ま、総裁当てた、外したら、ちょっと4列積み込むのを迷ってたと思うけど、まあ、総裁当てたのを見て、しっかり積み込んで、14連まで繋ぎましたね。ティースピンシングルにして、連のフォアを伸ばしたのも良かったと思う。おーっと、ここでティースピンじゃなくて、パフェが飛んできて触ってしまう。ちょっと隙ある形でしたね。まあ、パフェが飛んでくるって察知はしてたんですけど、まあ、ちょっと火力作れる地形じゃなかったんで、今のは積んでましたね。TSB パフェ強い。さあ、TSB ダブルで、テトリスで相対当てる。まあ、直列で来ていますね。直列で来ているんで、全然不利ではない。しっかりドネイトで、T スピンシングルから、テトリス。で、Z ミノでしっかり、さあ、ブリンクがログインしていく。どうでもいいですね。テトリスからテトリスで。さあ、ちょっと困ってる。おー、危ない。なるほど。しっかり、操作当てるために一回2ライン消しで、相手の攻撃をちょっと伺ってきたが、ミノがちょっと掘れる質問じゃなかったんで、諦めましたね。まあ、ああいうところってね、まあすぐにテトリス打ってしまうと、まあ操作外されて思う質問になってしまうんだね。今のはまあ、アジャマガの立ち回りしっかり2ライン消しから入る姿勢は、素晴らしいですね。だがしかし、こちらはまあ、それを見逃さない。順調に、操作外してって差しに行って、感じですかね。ミノが噛み合えばワンチャン掘れそうであったかな、ジャンバーガーは。で、まあ、有利には変わりなかったですね。というわけで、最後は、順調に火力を送って刺しに行ったが、これで、15対8かな。というわけでね、まあ、順ちゃんなんじゃないですかね。1戦目が15対4で、2戦目が15対6で、3戦目が15対8で、この今、アジャンバーガーの4戦目が、15対8か。まあ、かなりね、まあ、今まで対戦してきた A 級リーグのメンツでは、まあ、10本に乗せていないので、まあ、このままね、どんどん、全勝を目指していこうかなと思います。というわけで、大会はね、無事、全勝で、まあ、得失点差も、勝利数も、まあ、ダントツで1位なんでね。このまま1位を、継続させて賞金1万円を手に入れようかなと思います。はい、じゃあこんな感じで今日ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。